はい、宇治十丁。写真展って、屋外っていうか、あの公園の敷地というか、あっちにあの森崎市の像があるんですけど、朝霧橋ですよね、そこの周りに ある、ここにまとめられてるんで、ここだけ、いや、外でね、いや、どこかなとさっきから探してたんですけど、外にあるんだと、これがね、その集結した写真ですよね。まあ、あの十丁の方はね、あの全部話すとすごい長くなっちゃうんで、まとめてってことをしてますけど、この写真をね、写真展としてね、いや、こんな形でやってるとは思わなかったですね。どうもミュージアムの方見てもないから、あれかなと思って、ちょっと聞いてもなと思ってたら、橋の元から見えたんで言いました。まあ、なんかあの関係者の写真っていうか、あのコンクールというか、あ、いい写真ありますね。ああ、なんかこれは素人の人が撮ったんでしょうかね。なかなか見応えのある写真ですね。やっぱり引きの写真なんですね。アップで撮っちゃうとね、なかなか。はい、こう見えてるのが朝霧橋です。宇治十丁の写真展でした。